はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回はこちらですね、新たに始まった人間ゼロ計画っていうねイベントがあるんですよ。で、これについてね、結構ツイッターとか、コメント欄にも来てたかな、何個か。なんかね、すごい批判のコメントを見かけたんで、そちらについて触れていこうかなと思います。まだね、ロゼのガチャ引いて使ってる途中で、あんまりこっちのイベントって注目されてないと思うんですけど、本当に結構なユーザーの方に言われてましたね。はい、公式のツイッターとかもまあまあ荒れたりしてましたね。さあ、でこちらの内容なんですけども、ステージをクリアすることによって初回報酬で石とリムーバーがもらえるっていうような感じで、で、このキャラクターをね選んで、ステージに挑戦しようって感じなんですけど、まあ普通の CPU と戦うイベントなんですが、ちょっと前で言うとですね、このスペシャルミッションのところにあるこの世界征服を阻止せよっていうねやつがありましたよね。まあこれに近いかな。特定のキャラクターを持っていないと潜入できないっていうようなね、まあ、イベントなんですよね。で、これがなんで大荒れしてるかっていうところなんですけども、この、出撃できるね、キャラクターが特定されてるのはいいんですよ。ただ、今回からですね、突による制限も入ってしまっているっていうところで、これがね、結構言われていますね。うん。で、まあ、僕はね、まだクリアしてないんであれなんですけど、なんか全12ステージあるみたいで、結構後ろの方まで行くと貫突していないと、潜入できないっていうようなねステージもあるらしくて、しかもその、指定のキャラクターが割と最近出た青の悟空ブラックとか、このあの薄いこれですね、このブラックとかも、潜入条件として入っているってことで、まあ、これが結構、挑戦できない人多すぎるだろうっていうようなね、ことで言われていますね。で、実際に僕も、貫突してないですね、悟空ブラックは。結構、レジェンズフェスティバルの時から今までね、まあまあ、それなりのガチャ数引いてるんですけど、まあ、貫突はもちろんしてませんね。なんなら、この赤ザマスもしてないよ。めっちゃ昔のキャラクターだけど、レジェンズ4年半しても、まあ、貫突してないようなキャラクターもいますということなんですけど、まあそれが理由で結構怒られてましたね。で、まあ石が手に入る人と手に入らない人とめちゃくちゃ分かれるじゃんって言ってなんならこれ人間ゼロ計画じゃなくて無課金ユーザーゼロ人計画なんじゃないかみたいなね。まあそれはちょっとリプで笑っちゃいましたけど、はい、みたいなのがあるみたいですね。ただこれね、皆さん多分見てないんじゃないかなと思うんですけど、この世界征服阻止せよみたいな感じで常設化されます。はい、今はねおすすめのところに置いてありますけど、常設化のイベントなんで、まあゆっくりやってもらえたらなっていうのがありますね。なんで別に、まあ僕はね個人的にはそんなに、うん、まあ問題ないイベントなんじゃないかなと思います。まあただこのブラックとかに関しては正直一生やってても無課金の人は貫突する気はしないけど、うん、結構な時間と意志を割かないとなんですけど、まあいつか手に入るって考えたら、平等に手に入るって考えたら、まあ別に全然いいんじゃないかなとは思いましたね。はい、で別に特別難しいとかいうわけでもなさそうなんで、はい、いいと思いますね。はい、なんでまあゆっくりクリアしてもらえたらなと思います。この動画で喋りたかったのは、別に急いでね、キャラクターを貫突させて潜入する必要はないんだよっていうようなね、お知らせの動画になりました。そう、そのわけで、イベントステージのねつながりで超激闘の動画も一応つけておこうかなと思います。このね30階層の一応最終ステージのミッションはウルトラローゼ持ってたら割と余裕でクリアできそうですけど、まあなしで挑戦してみたんですが、まあ3回4回ぐらいじゃこのカウントミッションがクリアできなかったですね。うん、まあどうしてもここ埋めたいよっていう人は、1回目はライジングラッシュ使わずに、クリアして、2回目以降は、まあ、ライジングラッシュ使って80カウント以内にクリアするっていうね、2回に分けた方法の方がおすすめなんで、やってみてください。結構難しかったですね。はい。ただまあ別にミッションクリアしたからといって、この報酬以外何かもらえるわけじゃないんで、気にしなくていいと思います。はい。まあ、ちょっと見てくれが悪いって感じかな。さあ、で、今回も超激闘の最終ステージにですね、こちら、たくさん報酬のもらえるステージがあるんで、これちょっと一回スキップしてやってみましょうか。うん。
で、ボスがトラマ1体で、別にこれは超余裕で倒せましたね。はい、行きましょう。で、これなんですけど、スタミナをね、地味に200使うんですよね。なんで、まあ、僕は回してほしいですけど、あんまりエネルギー余裕ないよっていう方は、まあ、絶対してほしいってわけでもないんで、はい、こんな感じで、まあ、ちょっと余裕ある方は絶対やっといていいと思いますね。で、今回の10周、まず、あ、プラチナコイン落ちた。うん、プラチナコインとかは基本的に、まあ、でかいですね。覚醒ピースメダルとか。うん、まあ、これがね、2週間ぐらい ?1 週間か2週間か分かんないですけど、続けられるんで、まあ結構なエネルギーの消費数になります、ただ。本当に。なんで、そこだけ気をつけていただいて。あ、なんかスキップのスピード速くなった?アップデート今日来てたっけ?うん。まあいいでしょう。はい、こんな感じですね。最近はまあでもフラグメントメダルとかもホイポイで出るようになったし、ソウル変換メダルもそうだし、レイドとかも最近はめっちゃ来てたんで、まあまあまあ本当に余裕ある方だけでいいと思います。エネルギーもいっぱいやって、レジェンズランキングもそんなに意識してなくてっていう方がやるべきやと思いますね。はい、てなわけで最後はですね、PVP の方やって終わりにしようと思います。お!強そうな損一族パーティーですね、これ。はい。ロゼなんですけど、本当にね、かなり優秀な攻撃性能を持ってますね。攻撃性能というかバトル性能。いや、最強ランキング、ちょっと自分で作るのも結構楽しみだな。オッケー、連れていく。マージクソ強いんで。うん。こんな感じで結構カバチェンがね、されがちなんが難しいですけど。それをうまいこと対処してって感じ。ちょいけ。うわお!どうしてくるんだ、これ。特化無効積んでくる。まあ。ちょっと受けますか。はいはいはい、変えていいね。マジでロゼの塔が何本でも取れる気がする。ずらして、こっちで殴るか。一応属性よりだから受けてきてくんないかな。あ、でかいでかいでかい、ありがたい、ありがたい、ありがたい。いや、これでもちょっと必殺吸われるからあんまり打ちたくないけど、まあ打つか。吸われますね。これがね、やっぱ飛ばす気必殺はこうなるから。あ、そうか、状態異常だから必殺封印だ。強っ。ナイスだね、それ。オッケー。そういうこともできるんだ。で、今は特化無効でしょ。優秀。あ、強いね。そういうことできるんか。そう、相手がね、出血とか麻痺とかついてるときに打撃圧ったら必殺封印つくんですよね。それで対策するって感じか。強っ。止めて。見えへんこれ。変えるか。はい、やつ。中距離してきたよ。やらかした。てか、いやー、ここはちょっと下手したな。あんまいい動きじゃない。え?究極やったらやばかったかも。いりまして。回復量やばすぎ!ザマスも強い!かぶせたいよ。大キャン狩りして、プロ。強すぎる!攻めてきてるんだよね、ここ。いや、ここ別に受けてもいいから、うん。全然 OK。よし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 。もうこれで勝ちですね。属性より腫れてるんで。いや、やばい!ロゼね、ちゃんと性能意識して、使って、ユニゲームをうまいこと回せば、マジ強い。めっちゃ扱いやすいかって言われるとそうじゃないけど、普通に環境トップ張れる強さはしてると思いますね。オッケー。てなわけで対戦ありがとう。火力やばすぎるんだよな。ありがとうございました。理解したか?神と。我が怒りを知れ。無駄だ。何?ふっ。いやー。ふっ。さあ。メインディッシュを平らげるとするか。華々しく散るがいい。懺悔の時だ。断罪しない。神の怒り、その身で味わえ。消えうせろ。
俺の強さは未踏の高みへと至りつつある。